皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも、しもむでございます。そして皆様、明けまして、おめでとうございます。はい、ということでですね、2024年、一発目の動画となっております。まあ、去年もそうでしたけど、まだね、私自身は2024年に実際はなってない、2023年で撮っておりますんで。だからまだ2024ではないんですけど、まあ、1本目の動画として、これでね、ちょっと話させてもらいたいと思います。あ、無事去年、チャンネル登録1000人という数字をねゲットしまして、今はね何人になってるか分かんないですけど、まあ、多少解除されて少なくなってるかもしれませんけど、今年もね芸人続ける、あ、2024年芸人続けることができるというのが決まったんで、今年も芸人としてよろしくお願いしますと、動画になっております、そしてですね、今年はですね、またね、チャンネル登録2000人いかなければ芸人辞めますという目標をね、立てることはなくもうそういう 何々できなければ芸人辞めますとかいうそういう目標はもうね、立てられないようにしましたやっぱ芸人っていうのはね、辞めるのはもう本人の気持ちですから、辞めさせられるっていうのは良くないなと去年改めて感じたんで、そういうのは辞めたいと思います。辞めるときは辞める、続けるなら続けるって、うん、達成しなかったら辞めるとかそういうね、辞めさせられる方向のはもう辞めたいと思います。でもやっぱりなんかね、目標というかね、のは大事かなと思って、今年の目標というかね、まあずっと常に自分の中で頭ではあるんですけど、やっぱりですね、テレビに出たい、また久しぶりにテレビに出たい、ですね、今年の目標はです。やっぱり私はもうテレビを見て、芸人になろうというね、思ったんですよ。トンネルズさんに憧れて、トンネルズさんがテレビでいろんなことやってるのを見て、こういう世界に行きたいなと思って、やっぱテレビ出たいなって、テレビ出てチヤホヤされたいなっていうのがやっぱ私の中3の時のやっぱ原点なんですよ。夢っていうかね、その時に思ったやっぱ原点ですね。やっぱテレビ、に出るっていうですね、久しぶりに、本当に久しぶりに、いつだ最後のテレビ出たの、2年前ぐらいになるんですかね、2年前ぐらいになるのかな。だから久しぶりにテレビに出たいっていうのが今年の目標です。テレビに出ないと、今年は芸人、今年中に、テレビに出ないと、下村直樹は芸人クビという目標を立ててクビっていう目標立てたがるねって、まあ、そういう目標、クビはないとしても、まあ、テレビに出ることを目標に、今年1年もちょっと、まあ、楽しく芸人をやらせていただきますんで、皆様見てる皆様、シモムを今後とも、今年もどんどん可愛がってください。私は末っ子なんで、可愛がられて伸びるタイプなんで、よろしくお願いします。じゃ皆様、今年もどうかよろしくお願いします。じゃあ、こんな感じで終わりたいと思います。年末楽しんで、過ごしてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。